東急東横線、Q シートの予想。東横線 Q シートは、東急東横線の夕、ラッシュ、時間帯に運転されると思われる、東急電鉄が運営する座席指定サービスの名称である。既存の8両編成、5166F から 5169F に相鉄対応工事をと4000番台化を行う際の増結中間車に L、C 切り替え可能な設備を搭載したものである。というわけで今回は東横線 Q シートの予想についてざっくりながら行っていこうと思う。鉄軌道設備投資計画発表前、東横線 Q シートを緊急考察。旧シートが営業されるのは平日の56系、57系、64系と予想されており、全運用が夕方の時間帯に渋谷折り返しで元町中華街へ向かう。前期の3運用はすべて東急車による運用で、30分おきに運行されるために判例となる大井町線を参考にすると、この運用が充当されると思われる。使用車両はロングシートとクロストークの切り替え機能のある4112F から4115F で、指定席は15次車の4号車と5号車になる。運行区間は東横線と港未来線内のみとなっており、副都心線内や新横浜への直通はないと予想されるが、新横浜には入る可能性もある。理由としては平日64系運用の急行新横浜行きになる前の運用が、すべて折り返し時間が3分間しか与えられていないためである。さすがに元町中華街や渋谷の折り返し時間の3分間でクロスシートからロングシートに切り替えることは難しいと中の人は考えている。現状、大井町線の旧シートでは座席指定を行わない平日、上りに関しては、溝の口折り返し後は逆向きクロスシートが無料開放となっている。そのために元町中華街でクロスシートからロングシートに切り替え作業を行うことも考えにくく、渋谷折り返しの時にこの作業を行うことも考えにくい。そのために渋谷駅を23時34分に発車する急行新横浜行きに関しては、旧シートを営業するか、クロスシート無料開放をする可能性が高い。ただ、やろうと思えば港未来線内だけ4号車と5号車を締め切って、クロスシートからロングシートに切り替えることもできなくはない。もしもそうなった場合は新横浜線の旧シートや無料開放はなくなるが、さすがにそこまで人件費がかさむことをするとは思えないというのが本音である。また、現在は旧シート充当列車は3運用で予備車が1編成となっているが、今後何かしらの理由で車両不足が発生する可能性もある。その点を含めて、営業開始後の旧シートを注目して行きたいところである。さて、旧シートが営業を開始すると、4101F から 4111F までの各編成が、定期運行では入らなくなる運用が出てくるので紹介する。まず、新横浜折り返し列車であるが、こちらは現在64系が充当されており、平日1本のみの運用ともあって、4111F 以前の編成では今後は見られなくなる。また、こちらは見納めというわけではないが、夜に旧シートを営業する運用は朝の清瀬行き通勤特急以外の特急類の運用には一切入らなくなる。旧シートは土休日に休業するために、平日土休日双方で運転される F ライナー特急としては今後も頻繁に見られるが、通勤特急に関しては見れる機会が減る。特に元町中華街行きの通勤特急は、旧シート予備車が51系、59系、60系、61系、62系のどれかに入らないと、1日中見れなくなる。そもそも今年のダイヤ改正で東急車の通勤特急運用の多くが、他社車両に振り替えられているという話もついでに添えておく。ここまでは東急東横線で旧シートが営業運転を開始すると、見れなくなる、もしくは見づらくなる運用を2つだけ紹介してきた。
ここから先は東横線の Q、シートの乗車区間と降車区間、運賃についての予想と、その予想に至った根拠を紹介していこうと思う。現状の大井町線 Q、シートに関しては、都内が乗車専用で、溝の口から先の神奈川県内では降車専用、2022年まではフリー乗降、となっている。これを当てはめると東横線の Q、シートの乗車専用は渋谷から多摩川までとなるわけだが、多摩川駅で果たしてどれほどの帰宅需要を拾えるだろうか？一応、多摩川線からの乗り換え客も少なからずいるが、多摩川で乗り換える乗客の数や、他の降車駅の近さなどから乗車専用としては機能しにくい。一方隣の田園調布は神奈川県の各駅は近いものの、目黒線都心方面から東横線への乗り換え需要は多く認められているのが現状である。そのために東横線 Q、シートの乗車専用駅は渋谷から田園調布までで、多摩川から先は元町中華街まで降車専用となると予想できる。最後に東横線 Q、シートの運賃を予想してゆく。こちらも大井町線 Q、シートに倣って予想してゆくと大人、子供一律500円となると予想ができる。しかし、東横線の場合は渋谷の他に中目黒、自由が丘、田園調布などの途中駅からの乗車も多いために500円の指定席料金は割高になりやすい。一方で同区間を走る西武鉄道が運営する S、トレインは東急線内のみもしくは、東急線、港未来線内のみの利用で座席指定料金は350円である。東横線の Q、シートで利用客が多くてかつ一番短い乗車区間は、自由が丘から菊名までと予想ができるので、この区間で500円となると需要が怪しい。そのために一番需要を狙いやすい区間や、東横線の 24km という短い全長などを考慮すると S、トレインに倣って350円とするのが得策だと考えている。東横線 Q シート。すでに営業が始まっている大井町線や田園都市線と違い、二大都市間の輸送を担う東横線において、果たして業績を上げれるのか。そして東急が運行する列車として初めて指定席を利用連結となるが、果たして利用客からはどれほどの支持を得ることができるのだろうか。そんな期待と緊張を胸に抱きながら、近々発表されるであろう東急の鉄軌道事業計画と、Q、シートの営業運転開始を生まれながらの東急ファンとして待とうと思う。